チン。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる。この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった、でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。かかまってもらえると信じてね。逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だろ。ほら、小舟に乗るよ。急いで。どこに行った。もうこの悲鳴で呼び出すぞ。違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟のタカを捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。タカ、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。怪我はないか。
早く船を降りたい。燃やそう。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだよ。何だと？あいつとは大綱であって、飯と寝床をやるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って、タカは起きなかったけど私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻るよ。後で会おう。何事だ？アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。櫛の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから、約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置とあったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。3人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。
己を責めるな。マムシの巨マムシの兄弟に挑んだとしても殴り殺されておっただけだ。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。アルタン、いつまで逃げて回るつもりだ。あいつだ。アルタン、手下を引き連れやがって。
アルタン、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて、マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうして、クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ、ザレ事はしまいだ。それにしてはなぜそう同類を毛嫌いする。ただの人殺しだ。嘘を重ねるな、今の化身め。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。イチの言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らがいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。止まれ浪人、何用で参った？浪人ではない、酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらへ参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。蒙古に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。
その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ、御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。しもうこの皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に置かれてるとさ。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろ。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せと言づかった。志村様が何をしろって。本土まで下文を届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。俺んちはここだ。入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。五郎、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。では赤島で。酒井様。五郎、いつまで隠れる気だ。中に浪人が何用だ。あ、これはこれは。なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。踊ったな。守備は。はい、お伝えします。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは。お金製の殻の絹を売っておったのを捕らえた。ついてまいれ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。
五郎と知り合ったいきさつは。お金製の殻の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得難いからな。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取り入れ、我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。救兵、隠れて。あの門を抜けねばならん。よし、酒井、続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。
入江と何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。猛虎の船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。進むのだ。
敵の船が来る。ゴロを耐えてくれ。よくやった。ヘボミを頼んだぞ。やりました。さすがだ、チン。一度ならず猛虎の狙いをくじくと。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上心もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていくがよ。ユナに会い、近江村で鎧を得ます。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。